ゆずちゃんでございます。今回ゆずちゃんご紹介させてもらいまして、おかげさまでねゆずちゃん、まあ、体調少し回復してきまして、お腹の具合もね良くなりました。ありがとうございますね。ご心配のあのコメント等も来てましたんでね、チュッ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 、オッケーです、てん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 と。はい、今回もねコメント来まして、ご質問がね来ました。お答えしていきたいと思います。内容はねこちらでございます。はい、ということで、今回はですねシェルティーを買って数日ということですね。おめでとうございます、おめでとうございます。シェルティーがご家族になったみたいですね。おめでとうございます、いいですね、ね、はいはいはい。で、そのまあ買って3日ぐらいしか経ってない、シェルティーに対してもうちょっと手を焼いているということでございますけども、で店員さんがなんか1週間ケージに入れっぱなしにしといて、で30分間だけ遊んでまた入れ直してっていうですね、やっているけどまだ吠え続けて全く治りません、どうしたらいいでしょうということでございますけども、それは当然です当然です、当然治りませんそんなのはね。その店員が言ったのはあくまでもう基本中の基本、マニュアル通りでございますね。平均的に平均です。もうどのワンちゃんでも、このワンちゃんだから1週間30分じゃないんですね。もう平均です、もうみんながみんなもうマニュアル通りの、意見ですね。はい、で本当にねその子を分かって見えるんであれば、期限とかあんまり設けないですね。あんまり言わない。ね。その1週間だけやっといてくださいとか、30分だけ遊んでくださいなんてね、言わない。ね。私ならこう言います。その子が落ち着くまで、ね、自分の寝床をしっかり確保させてあげてください。その子が落ち着くまでね。で、遊びに関しても、その子が疲れるまでしっかり遊んであげてください。ね、それから落ち着ける場所でしっかり休んであげてくださいと、休ませてあげるとね、安心感もね持たせてください。私はこう言います。はい、ね、これがまあ答えなんですけども、答えパッと言っちゃったんですけど、まずねこの1週間っていうのがまあ大体、平均して1週間ぐらいで自分の寝床をですね、まあ、認識して、そこでゆっくり休めるっていう期間が大体1週間。ただそのワンちゃん個性とはありますね、性格もありますから、そんな1週間でピタッと治るわけがないとね、まあ、もちろん早い子もいますけど、安心感を得るにはやはりしっかり飼い主さんとのコミュニケーションですね、安心感ね、ちゃんと得られないと休めないんですよね。いつも気が立ってちゃう状態になっちゃいますね。特に生まれてまだ数日ですからね、もうパワーが有り余ってますね。もうワン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 吠えます、そりゃそうです、もうパワーが有り余ってます、パワーが消化できないね。だからしっかり遊んであげましょう。もう時間はこれ30分って書いてありますけど、30分じゃなくていいです。もうこの子が、その飼い主さんよく見てくださいね、その子が、その女の子がね、もういっぱい遊んであげてね、もうウィリリリリリリリってもうね、もうね、こうね、もうしっかり遊んであげて、もう疲れちゃうぐらいまで遊んであげて、ね。あ、ちょっとなんかテンション下がってきて疲れたなって、見えてきたら、しっかり誘導してあげる。寝床にね、ケージの中でもいいです。ね。あ、ほら、もう疲れちゃったでしょ？はい、おいでおいでって、ね。ね。おいでおいでって、優しくやってあげる。ね、あおいでおいで、ね、あそこではね、おねんねして、ちょっと疲れたら、ね、ゆずちゃん疲れちゃったら、ね、うん、これまた遊べばいいで、ね、よし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 、はい。ね、休ませてやる。ね、はい。ね、要はこう、発散できてないのに、ね、30分だけやってるのに、あれなんでできてないんだろうなんてね、それは当然ですよね。疲れてないんですから。もう元気いっぱいなんですよ、もう。ね。もう5歳児とか4歳児ぐらいの男の子と考えてもらった方がいいですよ。人間のね、人間の男の子ぐらいです。もう一日も、元気っていう感じでね、の体力のあり余りですから。ね。ですんで、しっかりとですね、遊んであげて、
休ませてあげると、ね、ただ注意していただきたいのが、あの吠えたから出す、もう吠え、またなんかこう、あ吠えたよじゃあ遊ぶかじゃなくてね、吠える前にとか飼い主さんのそのまあ、気分というか都合で、遊んであげてくださいね、勘違いさせちゃいけないですね。私が吠えたら出してもらって遊んでもらえるっていうですね、認識をつけちゃいけませんのでね、吠えたよってじゃあ遊ぶかってね、あんたまた体力あり余ってるでしょ遊ぶかじゃなくてね、ちょっと待ってゆずちゃんなね、吠える前にとかね、まあこの数日間でね、どれぐらいの頻度で吠えるのかとかね、どのぐらいのタイミングで吠えるかってちょっと分かってきたと思いますんで、あんーちょっとそろそろ吠えるかなーっていう感じになったら、もうはい挨拶出て遊び遊びよっつってね遊んであげてくださいね、いろいろ遊びましょうね。でまあ散歩とかもね、まだね、まだまだ全然ちょっとできない期間ですんで、もう少しかな、それまで家の中でしっかりと遊んで体力発散させてあげましょうね。はい、あと補足でございますけど、ケージ等ですが、あのよくね、なんていうのかな、見本でね、ケージの中に寝床とですね、トイレ一緒にしちゃうですね、あのなんか見本とかよくあるんですけど、一緒にしないようにしましょうね。寝床は寝床、トイレはトイレで別々にします。なんでかって言いますとですね、人間もそうなんですけど、トイレの近くで布団を敷くとかね、そういうことはあまりしませんね、しませんね、はいね、理由は言わなくても分かりますね、しませんね。ワンちゃんも同じです。ワンちゃんは特にですね、匂いで判別します、トイレの場所とかね。だからトイレの場所にこうベッドが近くにあったらですね、ベッドにこう匂いがついたら、もうそのベッドのところでもおしっこしてしまうっていうことがありえます。はい、ですから安心できる場所はちゃんと自分の匂いがついた安心できる場所で、トイレのところは自分のおしっこだとか糞がね、ちゃんとこう、まあ、そこ匂い染みついてますんで、そこで確認するっていうのをワンちゃんたちは、分別しているわけです。ただまあこの子は、まだトイレの練習とかをね、今やってる最中だと思いますので、ぜひね、よろしくお願いします。ご参考になりましたでしょうかね。しっかりと遊んであげて、期間はねもう設けなくていいです。その飼い主さんが実際体験してみてね、遊んでみて、まだまだこの子もう全然余裕だなって、もういっぱい遊ぼういっぱい遊ぼうってね、遊んであげてくださいね。それで体力どれぐらいまでのこの子は消費必要なのかなっていうのを判断してあげてくださいね。30分とか1週間ってね、期限を設ける必要性はないです。この先ずっと長くね付き合っていきますからね、自分のワンちゃんは自分で、しっかりとですね、見てあげてください。では次回もぜひご覧になってください。バイ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